はい、皆さんこんにちは、フォークデュオ赤い傘です。どうぞよろしくお願いします。本人姉妹でお待たせしてしまったあの方には申し訳ございません。予想以上にあの知ってる顔が客席にあってあのめっちゃ2人緊張してるんですけれども、短い時間ですけれども久しぶりね、2年ぶりの開催のロビーコンサートを楽しみたいと思います。よろしくお願いします。彼らのカバー曲をやるためにね結成した赤い傘というユニットで、そのユニット名はね吹きの塔の曲名から取ったんですけれども、その、吹きの塔の曲を、今から2曲やりたいと思います。助けてくれキッズ
なんかしよう、あのもう見なくて大丈夫なんで、できたらもうなんか雑談とかしながら、あのスマホとか見ながら、なんか耳だけちょっと聞いてもらえたらいいかなっていうぐらいなんで、ありがとうございます。じゃあ2曲、やらせていただきます。南風吹いたら流れるも流れて、女の写真帳色あせたまま、ひだまりの陽炎にあなたを思いつつ、縁側で一人ぼっち港ごっこ
でね、私らは言うたらその吹きの塔で南風の頃春雷でも何も季節感なく春の歌をね歌わせてもらったんですけれども、まあ、この春雷っていう歌はもしかしたら聞いたことあるかなっていうぐらい吹きの塔の中では2番目に ねヒットした曲なんです。でちなみに一番売れた歌は彼らのデビュー曲の白い冬っていうね曲もあるんですけれども、じゃあそれやれよって感じなんですけどまあやっぱりね、せっかく限られた時間やったらね、自分らの好きな歌ということで南風の頃やって、でだいぶ譲ってね、春雷やったら話してるかもしれないこの歌そんなにスペちゃんが言われたらねあれなんですけど、まだまだ他にもいっぱいいい歌があるので、またよかったら YouTube で吹きの音って検索して聴いてみてください。二人のハーモニーがね大好きで、私たちも歌をハモりたいねということで細々とやらせていただいてます。で3年前ねロビーコンサートね出させてもらった後にね、もうコロナ禍でねなかなか自由に音楽できない状態中だったんですけど、たまたま私たち2人ともちょっと病気してなんかね大きな手術もしてっていう感じでコロナ禍に紛れてちょうど療養ねしながらで、まあいい感じ でおかげさまで元気になったのでね、はい、若い方はもうね都会とかに出ていてね、もうライブねしない、もう地元で年に1回ここでね歌えたらいいって思ったけど、今日あまりに緊張しすぎてもう来年から出るの無理ってちょっと今思うぐらいすごいちょっとなんかもう緊張して、本当にまあうまくできても大したことないんですけど、今日は本当に耳汚しになってすいませんって感じなんですけど、あと1曲だけお付き合いください。私たちは吹きの塔も大好きなんですけれども、チューリップというポップスグループも大好きで、今年ねデビュー50周年ということでね、記念のコンサートツアーもあってフェスティバルホールやったかな、はい、の方にね一緒に見たお友達もね来てくれてるんですけれども、はい、そんなこんなでこうコロナ禍なんでね、一緒に歌ってくださいって言っていいのかわかんないんだけれども、まあ、こんだけ距離あるしマスクもしてるから、もしよかった、まあスタッフの人がダメですってこうね止めに来たらあれやけど、行けるのであれば知ってる部分だけでもね一緒に歌ってもらったら嬉しいなということで、最後はチューリップの心の旅という歌を歌いたいと思います。いけた。ちゃんと言ってる。はい。じゃあ
本当に今回ロビーコンサートね開催してくれたスタッフの皆さん、そして音響の方々ありがとうございます。そして一番最後にもかかわらずね残って聞いてくださったり、わざわざね赤い傘をね聞きに来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。お友達の方もし時間が許すんだったら終わって引っ込んでから楽器を置いてロビーの方に出てくるので、できたら帰らずに皆さんに直接お礼も言いたいので待っててくださいということで、今日はどうもありがとうございました。最後は